好きにはダメですよ。はい。別にこの天使は恩恵を与えてくれるわけじゃない。でもこいつはいつだって俺の欲しい言葉をくれる。遅いです。すいません。この部屋って娯楽はないんですか？テレビもネットもないし、狭いし、臭いし。臭い？一人でずっといるには辛いものがあります。今度絵本とか買ってきてやるから。絵本？多分上級天使であろうこの僕に対して絵本。スマホにしてください。スマホは高い。カメラの性能が良くて動画編集とかできるやつ。事情聴取どうでしたか？長くて疲れた。さっさ相手からお金をむしり取るそうですか？天使とは思えない発言だな。面倒だしいいよ。怒りとか感じないんですか？そりゃムカつくけど、いつまでも腹立て続けても仕方ねえだろ。僕だったらお金だけではなく同じ目にあって苦しんでもらわないと気が済まないです。怖いこと言うな、天使なのに。あなた、あまり落ち込まないでくれますか？こちらまで気が滅入ります。警察あんまり得意じゃなくて。得意じゃないって、まさか前科持ちですか？そんなわけない。間が、今微妙に気になる間がありましたよ。ただ単に何遍も職質されたことがあるからだよ。今はもう真面目に。だから悪いことなんか何もねえよ今は。まあなんだ、気にすんな。って言っても感情が伝わるんだから無理な話か。なんか楽しい話でもしてくれよ。ああ、そういえば家賃の督促が届いてましたよ。すごい落ち込んだ。僕もダメージ受けました。なんで今そんな話するの？バカなの？さあ今から元気の出るお話をしてあげましょう。10人よれば気は十色などと申しますが、聞いてます？明日から早速面接だな。アリサに頼る前に見つけないとそろそろぶっ殺されるかもしれない。聞いてくださいよ。はいはい、俺まんじゅうよりも金が怖いよ。悪いけどニコニコできる若い子がいいんだよね。
犯罪歴ない？見た目怖いのが増えたら困る。女の子に手出さへん。ほんま？ここまで来るといっそ才能ですね。なあ、お前貧乏神なんじゃねえか。可能性を否定しきれないのが辛いです。俺がキャバ嬢にホイホイ手出すように見えんのかよ、クソ。確かに怒らせたら女性相手でも容赦なさそうには見えます。手出すってそっち？あなた、とても温厚なのに見る目ないですね。ぶっ殺されそうだけど、アリサに頼むしかねえか。誰です？まさか彼女さん？コキー、てめえ退院したなら連絡しろよ。兄弟揃ってよくもまあクズ揃いだよ。本当に悪い連絡ばっかりよこしやがって。アホ、無駄に心配かけさせんじゃねえよ。おや、で何？金？どうせ治療費払えねえんだろ。仕事は？もうちょっとしたら見つける予定。見つけてから連絡しろや。すいません。死に顔見にわざわざそっち行かなきゃなんねえとかやだかんね。せめて後期はまっとうにやってくれよ。はい、すいません。勝ったよ。え？ともあれ生きててよかったよ、バーカ。声だけなのにものすごいインパクトの方ですね。見舞いにすら来ねえひでえ女だよ。遠方にお住まいなんですか？もともとこっちで一緒に住んでたんだけど、今は地方で水商売の店やってる。ほら、げー、似てないですね。若くて美人なのに。俺老けててブサイクだって言いたいのか？ブサイクではないですよ。繊細な作りではないなと思いますが。失礼な天使だよ本当に。冗談ですよ。お顔はともかくいい人です。あなたは身元不明な僕に一度も出ていけと言わないいい人です。いい人なんかじゃねえよ。僕にとってはとてもいい人です。何ですか？どうぞ。触らないんですか？あ、いや、じゃあ失礼して。あ、付け根はダメですよ。はい。別にこの天使は恩恵を与えてくれるわけじゃない。でもこいつはいつだって俺の欲しい言葉をくれる。ひどい絵面ですね。